はい、皆さん、こんにちは。ふみつアップスターズ、ターザンバパゾーです。そして、タイガー桜井です。この、ミヤモです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今日はね、はい。それぞれが考える、貫通だったら強かったのに、モンスターを話し合っていこうということでね、やっていきたいと思います。やっていきましょう。じゃあ、はい。うん、全員だと思うよ。いや、俺もね、やっぱね、考えたらね、結構、なんか逆に、あれなんか いそうな感じするけど、意外とどうかなみたいな感じになっちゃう。パーッと見たら、そう友情強いやつは大概、達したくなっちゃう感はある。そう、全部になっちゃうっていうね、もう分かるけど。そもそもは皆さん、やっぱ貫通の方が好きですか？まあ、普段使いするなら僕は貫通がやっぱ好きですね。うん、普段使いだったら貫通がいいと思ってるんで、はい、当たりやすいし。馬場さんは、うん、使いやすい。俺はでもまあ別にそんな語りはないけど、まあ、反射も好きだしね。なんかやっぱカーンってできるのは反射なんでね。うん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 、それは好きだから、そう、俺はあんまりものによる、そうそうって感じかな。こだわりはないと。そうそうそう、なるほどな。じゃあ誰からいきますか？ふむふむふむ、はい、じゃあ俺からいきます。いただきます。はい、別にランキングじゃないから大丈夫でしょ。いや、僕はですね、まあこいつ貫通になってちょっと欲しいなって思うキャラは、うん、いいっすか、もう、はい、パーって言っちゃって。いいよ、はい、調べるから。いやね、反射力まあ強いんですけどね、こいつ貫通だったらさらに俺は、うん、あーこれめっちゃ使うなっていうキャラ、いいっすか、はい、温めるね。いいよ。足利義輝。足利義輝。あれね、電撃弾ね。そう、砲撃型の、うん、電撃弾。うんうんうん。いやね、そもそも桂貫通で電撃弾ってめっちゃ使ってるんですけど、はい。義輝はね、砲撃型なんで、超砲撃にできる。うん。だけどこいつ反射なんで、ちょっと、やっぱ桂よりは俺、使用回数やっぱ劣るんだよね。まあ、狙いにくいよね。うん、そうそうそう。もう足利義輝のターンに。そう。バカだっていうのが。そう。なので、こいつ貫通になってくれたら、バリクソ使う。あれ、バリクソ使うな。いやなるほどね。変わりにとこ行ったな。ロマン、ロマン、うん、マジで。いや、まあ確かに。こいつは。めっちゃ使う人増えると思うよ。まあ今でも使ってる人はいると思うけど、うん、あれとかね、なんだっけ、ジパングじゃなくてなんだっけ。ザナドゥだ、ザナドゥ、ザナドゥ、ザナドゥで使ってるんですけど、うんうん、ザナドゥ以外でももっと使えるようになるような気がして、こいつ貫通になってほしいっす。おー、出ます。いや、いいとこ行ったね。なるほど、マジでありがとうございます。結構なるほどって感じだったね。確かに こいつ良くないですか、貫通。貫通は使いますね。うん、だいぶ楽しい。なんかルビーみたいな感じで使いそう。うんうんうん、うん、はい、ってことでこいつが僕1体目です。はい。で、うん、次なんですけど、いいっすか、もう早速。いいよ。周遊。おお。なるほど。はいはいはい。渋いとこ行くね。いや、周遊ね。いや、うん、僕結構この友情評価してまして。はいはいはい。強いよね。うん、そう、超強全方位ショットガンね。これを、やっぱね、超砲撃型にして、ボスの中で全部当てたい。これやばいね。やばくない？普通に。これもう中で出たらやばいね、相当。相当やばいと思うよ、これ。うんうんうん、プラスクロスウェーブ。まあ、クロスウェーブも、まあ、強いじゃん。クロスウェーブ4本当たったらとんでもないことになるけど。とんでもないことになるでしょ。なんならまあ、キラーも乗るからね、そっから。うんうんうん、まあ、回復持ってるんでね。あ、貫通だとさらにね。そうそう、さらにいいし、うん、まあね、殴りもね、弱点効果は2倍にできるでしょ。うん。普通に往復しても強いんじゃないかっていう。なるほど。こいつ、貫通になったら全てがなんか噛み合ってるなっていう感じがして。確かに確かに。こいつをちょっとね、貫通にしてほしいなって、うん。実際今あんま使ってないんだよ、注意。まあ。そうね。うん。で、貫通になったら間違いなくこいつはね、出番増えると思うんすよ、僕は。うんうんうん、さらに。キラー抜きにしても。まあ、アンチワープ強いけどいっぱいあるもんね。そうそうそう。うん、最近だとね、スズランとか使っちゃってるから、うんうんうん、スズランと組み合わせたいな。なんだろう、貫通にしてね。そう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 。まあ、ガツだし、そう。超強クロスウェーブ部隊で。
やばい、すごい楽しいね。これさ、普通のクロスウェーブだからさ、これ長距離クロスウェーブにしてくんねえかな。あ、いずれ情報出てくる。クロスウェーブじゃん、こいつ。そう、こいつクロスウェーブなんだよ。なんかバランス取ってんのかな。いいじゃんね、長距離クロスウェーブにしちゃえよ。今なら長距離クロスウェーブだな、きっと。うん、今自由進化したらそうでしょ。うんうんうん。おそらく。はい、てな感じで、2体目僕、周遊、選びました。はい。どうすか。いや、いいんじゃない。いい。こう言うね。すげえいいやつは。うん。だってこれ動画撮る前はさ、エクスカリバー神かとか。言うな言うな。めっちゃいいっすよ。エクスカリバー神か勝ちになったら強えわな。頭悪いこと言ってたけど。じゃあ、はい。さ、いや3体目。いや、俺は結構いるんだけどね。はい、まあ、こいつにしました。うん、真珠。おお、まあまあまあ、真珠俺もちょっと思った。おおでしょ、やっぱりさ、うん、貫通になってね、超砲撃で爆発当たりながらね、配置も貫通の方がなんなら多分楽じゃん、ね、4壁も当たりやすいしね、当たりやすい、そもそも超重力だから重力のステージは大概当たりやすいんじゃないかな。まってな感じで真珠、まあ本当友情の配置のために、こいつもそれだけのために単純になってほしいです。うん、いや、わかるな、癖強いからな、癖強い、いや、貫通だったらさらに使うとこ増えんじゃない。うん、貫通グリッターボール使ってみたいですね。貫通グリッターボール使いやすいよ、うん、きっとこれ配置をしやすくするためにスピードのタスを振らないっていうパターンの真珠も作りたくなっちゃう。太鼓のモンストじゃん。太鼓のモンスト。まあ心情だからね、友情がやっぱり生かしやすいかなって感じで、はい、選ばせていただきました。まあ他にもちょっといるんですけどね、そこかな。はい、とりあえず全部共通して言えるのは超砲撃にできる、そうだね、ってとこかな。うん、で友情を生かせるってやつを僕は基本的に貫通にしてほしいですね。なるほどね。うん、貫通になったらいいなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ご清聴ありがとうございました。素晴らしい思考回路だ。ねえ、すごい。いいですね。もっとありがとうございます。じゃあ、俺、いいっすか。はい、じゃあ、桜井さんですね。はい。そうだね。僕、2体しか出てこなかったんですよね。はいはいはい。いすぎて。あ、なるほどね。選べなかった。そう。なんで、じゃあ、まず1体目も言っていいっすか。はい。こいつ、貫通になって、欲しいよ。なったらバカ使うよ。はい。アーサー。アンドソロモン。あーあアンドソロモン。なるほどね。確かに確かに確かに。はいはい、これ頭悪い SS ですね。そう。あんね、やっぱボブスローが強いんですよね。そうだね。強いね。だからこの人普通に今反射ですけど使うとめっちゃ強いんですよ。めっちゃ強い。めっちゃ強い。めっちゃ強いですよ。友情はもちろんのこと、特に SS やばいことやってて。うん。うん。わかる。この映画シリーズね、全員そうなんですけど、SS やばいことやってるんですよね。うん。頭悪い SS ランキングの、ね、上位。だからもっと積極的に使っていきたいんですけど、やっぱどうしてもこのボムスローと反射っていう組み合わせが弱い。うん。確かに。わかる。ちょっと使いづらさは感じるね。貫通で通ってる途中でなんかボムが落ちてくるみたいなイメージがね、結構あるから。そうそう。それ強いよね。反射だとなんか何もないところに落ちるからね。そうなんですよ。反射だとね、当てにくいんですよね。なんか思ったところに。確かに。こうなんかカンカンしてるかなと思ったら、なんかもうずっとなんかこのさ、こう敵がいて、こう壁があって、このカンカンして、ここにずっとボム落ちてる。壁に、壁側にボム落ちてる。ふざけんなよと。一定間隔に投げるかな、これ。うん。反射だとね、減速して結構当たりやすいんですよね。確かに確かに。うん。で、ね、まあ本当ボムスローは結構、こうね、好きなんで、やっぱ貫通、強かったよね。確かに。ターンもね、いっぱい短縮できるし。うん、あ、確かに。アビリティとの噛み合いも。はい。そういう感じです。ごめんなさい。なるほどね。はいよ、俺はもっと。いや、俺も、覇者の塔とかの出勤率半端ないから、こいつ。ただ、この、楽しいですね、使っててね。そう、使ってて楽しいから。うんうんうん、そう。あのサイショットにはね、やっぱ爽快感があるし、なんか、ストライクドッキング感がありますよね。わかる。うん。ストライクドッキング感わかる。だって2体だもんね。2体分だね。納得。は
はい、ということで、アーサースローコンさん、はい、ぜひ貫通になってください。はい、願い。これ1体目ね。で、はい、2体でしょ。はい、2体目はこちらです。パンドラです。パンドラ、ね、あ、パンドラ、なるほどね。パンドラ中心化。いや、まあ、もうパンドラが貫通になったら、それはパンドラではないのかもしれないが。それは強い、ね。確かにパンドラではない匂いがするけど。引っ張りハンティングがちょっとまあ。引っ張らせてくれよ、もう、あの、一本のさ、この強い追従がなくして、もう何でもいいから強くくれよ、と。もう、ここまで来たら、やけくそみたいな感じでの貫通になっちまえっていうことですよね。そう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 、そうそう。なるほどね。何でもいいから。もう、まあ、ほんと貫通だったらね、あの、追従型もかなり使いやすくなる。うんうんうん。と思うので。うん。爆発当たりながらとかでもいいですし。まあ、理想はね、超砲撃。理想は砲撃型にしてほしいですけどね。うん。うん、まあ、貫通でもいいよ。あ、でも貫通でもなんか普通に殴りでも強そうじゃない？強そう強そう強そう。イエルの、うん、ドレイン持ってるしな。ドレイン持ってるしね。バリア付与しやすいじゃん。バリア付与しやすいんですよ。まあ、この反射のね、反射の良さもありますよ、パンダルにはもちろん。いや、そうだね。まあね、うん。まあ、でもさ、もう、いいじゃん。もう、貫通にしちゃえよ。まあ、完成だと実質友情強化だから。ここまで行ったら、うん、そう。はい。そういう感じで、僕の2キャラはちょっと、こんな感じですよ。いいんじゃないですか。選べなかったよ、ね。もういっぱいいるもん。全員だと思う、俺は。友情強いのは大半も、まあ、楽になるよね。そうだね。なんかね、キラー持ちとかもね、完成だったらめっちゃ強いからね。うん。勝ちだらけになりそうだと思うんですよ。難しいと思う。じゃあ、次私行きますか。はい、最後に。はい。俺も2体かな。2体。なるほど。はい、じゃあ1体目、サグッと行きます。はい。はい。1体目はですね、まあ、なんかね、貫通だったら強かったのにっていうか、いや、お前貫通じゃないんだってなっちゃうやつがいて。はいはい。勘違いしちゃうやつ。そう、あのね、ケラウノスね。ケラウノス、これね、光の卑弥呼。こいつなんかね、ちょっとやっぱゼウスの関係者だからさ。確かに。うん、なんとなくさ、貫通かなって思っていつも見に行くんだけど、あ、お前反射なのねってあって、そう。ケラウノスこういう話によく出てきますね。ケラウノス結構出てくるね。うん。なんか前もなんか出てきたよな。あ、もうなんか強いのに使われないみたいなね。うん。出てきたけどね。そうなんだよね。だからそうなるとやっぱ弱点ヒットの麻痺とかもさ、まあ強いじゃん、SS の。うんうんうん。貫通だったら当てられますね。そうそうそう。まあそもそもキラー持ってるし、結構なんか頑張れそうなんだけど、なんかね、いや、ケラウノスをなんかあえて使うって何みたいな感じ。いやー、それわかるな。あえて使うところが。そう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 。ダメ持ちかないしね。そうそう。タービなのかな、こいつはあれだな。うん、だからせっかくのさ、こいつもさ、最初から重心化マンなのにさ、うん、こいつなんかなっていつも思っちゃうんだよね。ゼウスの。もうちょっとなんか使いやすくなってほしいなって、ね。ゼウスの武器なのに。まあ、こんだけ話題になってるってことですからね、ケラウノスさんね。愛されてるんですよ。ちょっと頑張ってほしいですね。はい、頑張ってほしい、確かに。絵もかっこいいし。はい、じゃあ、俺のじゃあ2体目いきますわ。はい。はい。これはね、まあ、あるんじゃないかな。あのね、バルキリーね。はあ、これはバルキリーさんね。いや、そうなんですわ。なんかね、惜しいんだよね。こいつ昔からそうなんだけど。はい。なんか惜しいんだよ。なんか強いこと書いてあるんだけど。なんかね、こいつなんか、だから、頑張れば、あの、なんか、クラチカとかさ、なんか、あの、その辺とかにさ、食い込めそうなんだからさ、こいつ、なんか惜しいんだよな、なんか、いつも。いや、マドロさんの嫌いな友情コンボついてますよ。うん、クロスで。でも、ツインダンクとかさ、ほら、貫通だったらさ、まあ、確かに確かに。しやすいじゃん。うん、で、弱点キラーとかもさ、まあ、コネクトだけどあってさ、こいつなんかベルクーリとかなんかクラピカまでになんかこう迫れる能力なんだけど、なんか反射ってことによっておかしくなっちゃってるっていうね、こうほんとなんかあんま見ねえじゃん、ほんとに。こいつ使ってんの、まあ、なんか使いたくはないですよね。いや、そうなんだよね。使用感的になんか、うん、やっぱバルキリーに当たっても何の成果も得られないことがやっぱあるじゃないですか。うんうんうん、みたいなことも、あと端っこに行っちゃったりとかね、するとね、なんか。だから、なんかせっかく、なんかね、こいつはなんかね、持ち腐れ感が半端ないなと思って。これ感じだったら相当強いですね。ね。
そう。やっぱ全然な、夏だったら。もうもう趣味で使ってますよ、でも、バルキリー。マジで？うん。長距離クロスウェーブ、やっぱり好きなんで、最近。最近の。トレンド、僕のトレンドなんで。まあそこね、超超クロスウェーブ使いになれたらね、だいぶ変わるからね。そうそう、だいぶ、だいぶ変わる、だいぶ変わる。うん、ちょっとあれですね、使えば使うほど。うん、こいつスルメよ、スルメ。なるほど。ただでも、超超クロスウェーブ生かそうとすると、今度さ、ツインクダンクレーサーが来てこねって。考えなくていいっす。どっちか捨てなきゃいけないの。どっちかは誰。こいつちょっと残念だな。ちょっともうちょっとがなんか惜しかったなって思う。まあ貫通だったら間違いなく使いやすさは、うん、ありますね。そう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 、はい、これが俺の2体ですね。はい、はい、なるほどね。本当に全員かぶりなかったっすね。かぶりなかったっすね。かぶりなかった。結構でも選択肢に入ったやつはいたけどね。うん、うん、僕も言いました、まだ。はい、ということで、はい、意外となんかやっぱり人に言われると確かにあーってなるやつあるね。面白い。うん。はい、ということで皆さんはいかがだったでしょうか。多分あるんじゃないですかね、なんかこいつ貫通だったらよかったなみたいなね。絶対ある、はい、絶対ある。思ったことあると思う。なんでなんかあったら、うん、コメント欄とかでね、書いてみてください。はい、お願いします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。